海上保安巡視船での日米間での合同演習が行われる中、竹島の南方の日本の排他的経済水域内で、韓国側が、未同意の調査活動を強行しているとの情報をキャッチしました。今回は、韓国の竹島沖での巡視船の動きを詳しく見ていきますね。韓国が、強制的に竹島を盗んでいる状況は、日本国民としても心が痛いところ。韓国では汚物風船攻めで、なんとも、北朝鮮への友好ムードに戻る雰囲気が、ムン・ジェイン政権みたいのが、またできたら、日本もアメリカも呆れるよね。韓国では、2022年5月に、現在のユン・ソンニョル政権が誕生。それまでのムン・ジェイン政権の行ってきた、新中国及び北朝鮮との融和的な政策からは脱却。ことに、安全保障面では、アメリカへの回帰が明確になっている。これに合わせて、アメリカを唯一の同盟国とする日本との関係も、ユン・ソンニョル政権が誕生した際には、これまでの度重なる反日的な動きが緩和される方向に向くのではと期待する声も日本では多かった。確かに前、ムン・ジェイン政権に比すれば、現、ユン・ソンニョル政権は反日的な動きや政策を改めてきているとも言えるが、それでも、未だ排他的水域をめぐってのトラブルは、現在進行形で発生している。今も、韓国側が不法に占拠し、実効支配を継続している竹島、韓国名、独島の周辺の海域を管轄しているのは、日本の海上保安庁の第8管区海上保安本部であるが、同本部によれば、竹島の南方の日本の排他的経済水域内で、韓国側が、未同意の調査活動を強行したことが報告された。今回の件は、2024年6月6日の午後6時頃から6月8日の午前5時半過ぎまでの期間、竹島からおよそ 69km ほどの距離にある南方の日本の排他的経済水域内で発生。韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属する船舶の船ヘヤン2000が実施したとされる。この期間に当該の日本の排他的水域内において、この韓国の国立海洋調査院に所属するヘヤン2000は、ワイヤー状の器具を海中に投下して、何らかの調査を行ったとみられ、この行為を発見した海上保安庁の第8管区海上保安本部の巡視船が、無線による警告を発したという。日本側の見解としては、当該海域は日本の排他的経済水域内であり、事前に韓国側から、日本側に了解を得ていない調査活動は黙認できないため、海上保安庁の第8管区海上保安本部の巡視船は、直ちに、その行動を中止するように継続して、ヘヤン2000への警告を行った。しかし、こうした日本側巡視船から、無線による中止の警告を、結果的に、韓国のヘヤン2000は無視し、発見から、およそ1日半もの間、当該の海域におけるワイヤー状の器具による調査を継続した後、ようやく韓国側の海域へと戻ったとされる。海上保安庁の第8管区海上保安本部からの同事象の発生報告を受けた日本政府は、外務省のナマズアジア大洋州局長が在日韓国大使館の次席公使へ、未召中間公使が韓国外務省へと抗議を行っているが、現時点で韓国側からの声明等は確認されていない。個人的には、こうした事態の発生に対し、海上保安庁が、現場で情報を収集し、その内容を、各関係の省庁に報告、内容を確認した上で、政府が対応を決定、外務省を通じて、相手国、今回のケースでは、韓国に抗議するという、当たり前の対応がなされたとは感じる。しかし、今に至るまで、韓国側から、内容は、どうで、あれ、何の説明もなされないという時点で、こうした問題を見るにつけ、本質的な意味で、日韓両国の関係が、少しずつでも、前向きな方向に変わってきているとは、到底思えない。したがって、韓国で、2022年に、現、ピンスズウェツ、ユンソンによる政権が誕生した際には、日本の一部の大手マスメディアでも、日韓関係の改善に期待するという論調が多数散見されたが、改めて楽観論は禁物だと思わざるを得ない。そもそも、今回も、
問題の中心となった韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属するヘヤン2000は、これまでも過去複数回にわたって同様な行為を繰り返し行っている船舶であり、いかに政権交代が起ころうとも韓国側の対応が劇的に変化するとは考えにくい。確か前回はこの国立海洋調査院に所属するヘヤン2000は2022年8月に竹島の北東方面 U の海上のおよそ 100km ほどの位置にある日本の排他的経済水域内で今回と同様に日本側に事前の承諾を得ることなくワイヤー状の器具を海中に投下して何らかの調査を実施している。さらにこの3ヶ月前の2022年5月にもヘヤン2000はほとんど同じような日本側に事前の承認を得ていない調査とおぼしき活動を行っており、いわば講じた事案の常習戦で、もちろん発生のたびに日本政府は抗議を行っている。しかしいずれもこれも今回と同様に韓国側からは何らの説明もなされなかったと個人的には記憶しており、その点から推察するに韓国側としては竹島を実効支配していることもあり、その周辺海域は日本の排他的水域とは見さしていないと考えるべきなのだろう。日本政府のスタンスとしては、韓国に不法占拠されているとしている竹島にしても、ロシアに不法占拠されているとしている北方四島にしても、本来は日本固有の領土であるとの姿勢を崩してはいないが、何ら有効な交渉にはつなげられていない。こうした現実を鑑みれば、今は日本が実効支配を行っており、専従の警備体制を海上保安庁も敷いて警戒を続けている沖縄県の尖閣諸島についても、今後仮に中国側の上陸を一度でも許せば、竹島や北方四島と同じ状態になる可能性は非常に高いだろう。だからこそ尖閣諸島に関しては、かつては台湾の活動家らが上陸を敢行した事件もあったが、今後中国に同様の行為を許してしまえば、未来永劫そこを事実上の中国領とされてしまうことは明白で、絶対に阻止すべく対処する必要があると思える。そうした尖閣諸島をめぐる日本と中国との間の情勢が年々厳しさを増す中でも、沖縄本島の大手マスメディアは、かつての太平洋戦争での凄惨な地上戦の過去から反米親中を標榜する態度を未だ改めて排ない。その中でそうした勢力を代表する玉城氏が沖縄県知事の座を守っており、個人的は非常に憂慮すべき政治状況だと感じていたが、この2024年6月の沖縄県議会議員選挙では、玉城沖縄県知事の勢力はついに過半数を獲得することができなかった。実に定数48名の沖縄県議会で、改選前の玉城沖縄県知事らの支持勢力は半数の24議席を占めていたが、改選後には実に16年ぶりに反玉城沖縄県知事を掲げる自民公明の国政与党と日本維新の会の合計で28議席と過半数を大きく上回った。これによって玉城沖縄県知事らの支持勢力は20議席を獲得したのみにとまり、沖縄本島で根強かった反米親中路線の政治状況にも、ようやく中国の台頭を危惧しての県政に変化を求める世論の高まりを感じさた。さて沖縄から韓国の方へと話を戻せば、2018年の12月20日能登半島の沖内の日本の排他的経済水域内の日本海上において、韓国海軍のミサイル駆逐艦のクアンゲとデワンが海上自衛隊の P1 哨戒機に火器管制レーダーを照射した一件があった。これについて日本側は一貫してクアンゲとデワンが火器管制レーダーを照射したことを当時の映像や音声を公開して事実であると主張、韓国側に適切な説明を再三求める動きを行った。しかし韓国側は主張を二転三転させた挙句、結局この件をうやむやにしていた感が拭えなかったが、最近になって非公式ながら韓国の一部の軍人らが前文大統領から当該の事象の隠蔽工作を行うように指示を受けたと認めたと報じられた。
非公式ながら、韓国の軍人の一部から、こうした声が上がったことは、当該の事象の発生後に、なぜ、そのような行為を、クアンゲとデワンが P1 哨戒機に行ったのかという問いへの日本側の推察が、おおむね正しかったことの証明だと考えられる。日本側では、当時、クアンゲとデワンは、北朝鮮に便宜を図るべく、同国からの脱北者が乗った船舶を捉えて送還しようとしていたのではないかと、との見方があったが、この推察が正しかったことを示していると思われる。台湾が初めて自国で建造した潜水艦の一番艦開墾がついに動き出したそうです。今回の主役は台湾初の自国建造潜水艦開墾です。X 字型の舵は日本の潜水艦と似ていて親しみを感じますね。台湾海軍がこれをどれだけ活用できるかが気になります。アメリカ海軍の全面的な支援もあって、次に必要なのは P3C 哨戒機かな。中国原潜も台湾海峡で壊滅ですね。開墾とは、古代中国創造上の巨大魚の名です。台湾で初となる国産潜水艦で、その一番艦が台湾南部高雄の造船所で、9月28日進水式を迎えました。この建造計画派蔡英文総統が熱心に進めたものです。蔡氏は進水式で念願叶ったということか、感無量の様子だったとか。開墾潜水艦が、近年、台湾の武力統一を示唆している中国習近平体制への強力な牽制になると思われるのは言うまでもありませんね。台湾の潜水艦を、中国は身の程知らずと非難しました。しかし、避難せずにはいられなかったということは、中国にとってかなりの深刻事態であるから、過剰に反応したのだろうと見られているのです。通常動力型潜水艦開墾は、通常型としては、大きい艦隊で、その名にふさわしいと言えましょう。と言っても、同タイプの海自最新型潜水艦隊で A 型よりは、小さいようです。開墾の特徴としては、高性能リチウムイオン電池を採用しているので、大ゲイ型と同様、2週間ほどの連続潜航が可能と見られること、アメリカの原潜に搭載される最新戦闘システムを採用ていること、射程約 50km の高性能長距離誘導魚雷を装備していることと思われます。アメリカの最先端技術が使われているので、大ゲイ型よりも高性能では?と考える防衛軍事関係者も多いようです。台湾は、潜水艦を自前で作りましたが、建造のノウハウは持っていません。ではどうやって作ったのでしょう?アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したという報道がありました。要は民主主義勢力連合というわけです。日本にも参加要請があったらしいと噂されていますが、対中関係などを考えて、軍事的協力は断ったが、民生レベルの技術協力という名目で応援しているらしいと囁かれているとか、自分で作れなければ外国から輸入すればという声もあるようですが、台湾は国際的にも非常に微妙な存在ですから、完成品の潜水艦を外国から輸入するとしても売却する国はほとんどないと思われるのです。世界の多くの国は中国との国交を選んだので、建前上は一つの中国の原則に従って台湾と断交しています。日本も
そんな国の一つです。ですから、台湾へ武器を輸出したら、一つの中国体制を踏みにじることだと中国側が猛反発、巨大市場を武器に、貿易制限、中止という報復に出るのが、いつものやり口です。具体例ですが、オランダ、潜水艦を、売却と、フランス、1980年代に、軍艦やミラージュ戦闘機を販売が、中国の経済制裁で、ダメージを受けています。唯一の例外は、アメリカです。台湾の安全保障を謳う国内法、台湾関係法を理由に、中国の反対を無視して、台湾に武器輸出を続けています。正面からの対決は避けるが、全面的に認めるというわけではないという、アメリカのある意味、柔軟な上手な方針でしょう。そういえば、国内法を盾にして外国を脅すのは中国も同じですよね。いずれにしても、台湾が潜水艦建造クラブに入り、自前で量産できる国になったことは、中国にとって大きな衝撃だったことは間違いないでしょう。もし、台湾が外国から輸入使用したら、相手国を経済制裁で脅し、中止に追い込めたかもしれませんが、今回はその手は効きません。台湾は、好きな時に、好きなだけ潜水艦を作り、配備できることになったのですから。台湾は、ロシア・ウクライナ戦争を見て、潜水艦のような重要な兵器は、できるだけ自前で確保すべきと痛感したのでしょう。自国で潜水艦を建造した台湾には、次はスタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦か?という気の早い話題も飛び出しています。スタンドオフミサイル最大のメリットは、敵の射程外から相手を狙える距離の長さです。中国が機上陸作戦に出るとしたら、当然ながら、ミサイルやドローンの攻撃対象になるのは、空軍基地やレーダー、防空設備、軍港などです。このため、台湾は、反撃能力の確保にも熱心で、中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル、射程約 600km の量産を開始しました。また、射程 1200km の改良型も開発中ということです。中国本土の標的は、台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市と見られます。ミサイルは中国側から攻撃しにくい。台湾島南北の険しい山脈の向こう側、東海岸に配備し、相手を攻撃する狙いと推測されます。両地点は十分射程内ですが、巡航ミサイルは、撃墜回避のためジグザグ飛行をしますから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離になるはずです。これは、軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルなので、狙い撃ちがされにくい一方、工作員の破壊行動などに合う危険性があるのです。なので、台湾は、潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載して、中国への反撃手段の切り札にしようとするだろうと推理する向きもいます。しかも、10発以上の搭載を目指しているという説、さらに、射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に積むという説、黄海まで進出して首都北京を伺うことも可能だという説さえあるのです。こういった潜水艦の存在自体が、中国への強力な抑止力になることは間違いないでしょう。万が一北京を攻撃されたら、共産党指導部の権威が失墜するのは間違いありません。ある人が想定した台湾有事発生の場合のシナリオを以下に紹介します。台湾潜水艦は、中国指導部を戦意喪失させるため、中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指し、激しい攻撃を仕掛けてくるだろう。以前なら台湾有事が起きても、中国との全面戦争を避けたいアメリカは、中国軍艦への直接攻撃はしないだろうし、老朽潜水艦が4隻しかない台湾では、全く勝負にならないと考えられていた。しかし、今や状況は変わった。アメリカが制止しても、台湾が自衛権に基づく反撃と主張して、複数の海鯤級潜水艦で出撃すれば、対潜戦能力で劣る中国海軍は行動を制限されてしまう。最悪の場合、太平洋側への展開はおろか、軍港から艦艇が出ることすら不可能になるかもしれないのだ。そして、万が一にも、台湾によって大切な空母が撃沈されたら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は、
一気に権力の座から引きずり下ろされる公算が高い。そして当然侵攻作戦も中止する羽目に陥るだろう。台湾有事となれば、日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が水面下でこっそりと台湾に加勢すると思われる。台湾の潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻めば、台湾東部の太平洋地域で中国が制空権を握るのはほぼ絶望的になる。となれば、この海域に進出した中国潜水艦が西側の潜水艦や追潜哨戒機に発見され、撃沈される可能性が非常に高い。潜水艦は言うまでもなく、非中の火だから、仮に潜水艦が西側連合軍に撃沈されてしまっても、西側が撃沈したと中国が公言できるはずはない。自軍の弱さを認めるようなものだし、ごまかそうとしても海中の出来事なので証拠もでっち上げにくい。どうしようもなくなってしまう。こうなると、台湾を海上封鎖し、兵糧攻めで締め上げるというシナリオは瓦解してしまう。以上が想定されるシナリオです。台湾の潜水艦建造に関しては、機密が中国側に漏洩したと。リークされたり、2027年までに5隻以上を建造して、中国の脅威に備える予定らしいという話がヨーロッパあたりの防衛関連業界から漏れてきたと言われますし、情報戦でも駆け引きが激しくなっているようです。一つ言えることは、中国集大成が台湾武力統一へ執着しすぎたせいで、台湾が潜水艦を建造したようなものですから、寝た子を起こして、やぶをついて蛇を出したようなものではないでしょうか。台湾は、自国の安全保障を強化し、中国の軍事的圧力に対抗するため、独自の潜水艦を開発、建造しています。この戦略の一環として、初の国産潜水艦、海鯤が進水しました。海鯤潜水艦は通常動力型であり、高性能なリチウムイオン電池を採用し、連続潜航能力を強化しています。また、最新のアメリカ製戦闘システムや長距離誘導魚雷を装備しており、その戦術的有効性は大きいです。台湾の潜水艦戦略は、国内での技術自立を図りつつ、民主主義国家の協力を得て潜水艦を量産することにあります。これにより、台湾は中国に対する抑止力を増し、安全保障を内外から支えることを目指しています。海上保安庁が、ついに、尖閣での中国海警局の活発化を、抑止として、海上基地の機能を持たせた超大型巡視船建造計画の情報をキャッチしました。今回は、海上保安庁が超大型巡視船建造を計画している内容について、詳しく見ていきますね。黎明型の4倍以上の大きさとのこと。中国海警局もビビる大きさでしょう。もしや全通甲板になるのかも気になるところです。2024年6月7日、日本の尖閣諸島周辺の領海に、中国海警局の船舶の4隻が同時に侵入する事態が発生、当日の午前中から午後に、かけての延べ2時間余りの時間をかけて侵入した後、日本の領海を後にしたと報じられた。日本の尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船舶が侵入したのは今年2024年に入ってからはこれで通算17回目を数え、
尖閣諸島、周辺の接続水域にまで範囲を拡大した場合には、昨年末からほぼ毎日航行が確認されている。今回の中国海警局の船舶による領海侵犯行為の始まりも、同日朝に同局の4隻すべての船舶が、まず接続水域を航行した後に、発生しており、このところ、すっかり定番と化した艦すらある4隻1セットでの行動で行われた模様だ。日本政府側の対応は、同日の午後に、林官房長官が、記者会見の席上において、中国海警局の船舶の日本の領海への侵入は国際法に、違反する行為であり、外交を通じ抗議を行うと同時に、尖閣諸島周辺海域の警戒及び監視を継続する旨を表明した。林官房長官のコメントは、中国海警局の領海侵犯行為に対して非常に遺憾であると述べたが、これは、いわゆる遺憾法と日本の、マスメディア各社が評する門切り型の反応であり、日本国内での扱いも、特段大きなものとは感じられなかった。一方の県の中国海警局は、同局の報道官が、従来通りの中国政府の見解にのっとり、尖閣諸島は、中国固有の領土と主張しており、そこへでの船舶の行動は、自国の主権や安全保障及び海洋権益を守るものだとするコメントを発している。その主張を前提として、中国海警局の船舶は、自国の国内法に従って、今後も尖閣諸島周辺海域での警備活動と法を守るための行動を継続すると述べており、そもそも当該の海域は、日本の領海ではなく、自国のものだと強弁している。このように、全く、日本政府と中国政府とは、尖閣諸島周辺海域をめぐり、それぞれが立脚する立場をことにしており、どこまで行っても、この問題が平行線から抜け出す可能性は、著しく低い、政治的な状況にあると言わざるを得ない。今回、日本の尖閣諸島周辺の領海に侵入を行った中国海警局の船舶4隻には、いずれに、も、法、機関砲とおぼしき武装が搭載されていた模様だと伝えられており、常態化しているこうした行為でも、1セット4隻の船舶すべてが武装しているケースは初めてではないかと目されている。こうした中、国会警備局の船舶の武装に対する表現も、日本のマスメディア各社は、その大半が機関砲らしきものを搭載していたとの言い方で表記しており、例によって、あからさまな断定は、避けた無難な表現にとどめている感が強い。いずれにせよ、中国側が、こうした中国海警局の船舶の武装をはじめとし、装備や送り込んでくる隻数や船舶の規模自体も徐々に増加させている傾向は強まり、こそすれ弱まれそぶりなど見られないことから、日本政府も、さらなる対抗策を迫られている。そうした中で報じられたのが、これら相次ぐ尖閣諸島周辺海域への中国海警局の船舶の侵入頻度と隻数の増加に対し、海上保安庁では、これまでにない規模の排水量を持ち、多用途な運用を可能とする超大型の巡視船を建造する意向を表明した。この2024年6月時点で海上保安庁が保有、運用している巡視船は、最大規模のものでも、相当数でおよそ7350トンの秋津島や、同7300トンの黎明型が3隻となっているが、これらをはるかにしのぐ排水量の船舶の新規建造が打ち出された。この海上保安庁が新造を目指す巡視船は、全長でおよそ 200.0 メートル。全幅等の数値は不明ではあるが、総トン数では、実に、3万トンクラスの規模になることが報じられており、現行の、秋津島や黎明型と比しても、総トンは、4倍以上になる計算だ。海上保安庁では、ちょうど、今年2024年4月、1992年4月から32年間にわたって就役させていた大型の巡視船、四季島を老朽化に、伴い退役させており、この四季島は、就役から2015年に、中国海警局の船舶が就役するまでは、世界最大の7175トンの総トン数を誇る巡視船だった。巡視船、四季島の船名は、最新型の大型巡視船である、
黎明型の4番艦に引き継がれ、新しい四季島もこの。今年2024年3月には進水を終えており、2026年中には収益を行う予定で準備が進められている。現時点では、今年退役を行った初代四季島の改良型と位置づけられる秋津島が、相当数で7350トン、全長で 150.0 メートル、全幅で 17.0 メートルの船体を持ち、海上保安庁が持つ最大規模の船舶となっている。ちなみに、海上自衛隊で、現時点で、最大の規模を誇る艦艇といえば、ちょうど、航空母艦化改修の途上にある、出雲と加賀の、2隻の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦であり、最大で、各種の回転翼機を、14機収容可能なキャパシティを持っている。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、海上自衛隊で、最大規模の艦艇というだけあって、基準排水量で 19,500 トン、満載排水量で 26,000 トン、全長で 248.0 メートル、全幅で 38.0 メートルと、元より他国の軽空母並みの艦隊を有している。今でこそ出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が航空母艦化改修を施され、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する艦艇と、なることを目視し、着々と、その準備が進められているが、最初から、その道のりが確定していたわけではない。まず、海上自衛隊では、大隅型輸送艦3隻を、1998年から2003年までかけて就役させ、同隊として、初めて、全通式の飛行甲板を備えた。艦艇として、外艦は航空母艦しかとした同艦を配備することで、世論の批判をかわす足がかりにしたと言える。続いて、海上自衛隊では、大隅型輸送艦において、全通式の飛行甲板を装備する艦艇の地ならしを終えた後、2009年から2011年にかけて、同様に、全通式の飛行甲板を備えるヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦を就役させた。ヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量で 13,950 トン、満載排水量でおよそ 19,000 トン、全長で 197.0 メートル、全幅で 33.0 メートルほどの規模となったが、これが、ベースとなり出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の建造に行き着いた。ヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦にせよ、次の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦にせよ、周辺諸国への配慮と日本国内世論に留意する形で、その建造と就役は進められ、災害時には、多数の回転翼を用いての救助や救助者の収容が行えることが強調された感はあった。そうした災害救助任務への従事も行える点をヒューガ、型や出雲、型は、日本において、その必要性を認知されるためのポイントに。用いた艦は否めないが、そもそもは、仮想敵国の潜水艦を封じ込めるための対潜哨戒任務が主要とではある。今回、海上保安庁が新造を決めたという新型の総トン数3万トン超とも伝えられる排水量は、実に海上自衛隊で最大規模を。誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦よりも大きいが、その外艦等も、未だ定かとはなっていない。これほどの排水量を持つ点を鑑みれば、その新型の巡視船は、広い飛行甲板を備え、多数の小型のゴムボートを収容する形式になると、個人的には思え、海上保安庁所属の船舶ながら、大隅型のようなドック式揚陸艦に近い形になるのではないかと推察している。これまでの報道によれば、この新型巡視船は、回転翼機を少なくとも3機搭載可能で、ゴムボートは数十隻、艦内にも、1500名規模の人員を収容する能力を備えるとされ、南西諸島の有事の際には、懸案となっている住民の保護にも活用が見込まれている。